ここまで3勝の藤井五冠がタイトル3連覇に王手をかけて臨む王位戦七番勝負第5局が静岡県牧之原市の古刹平田寺で始まりました。先手はここまで1勝の豊島九段です。藤井五冠はいつも通りお茶を口に含んでから指しました。昨日の会見では、スコアのことはそうですね、まあ、気にせず、まあ、盤上に集中できればというふうに思っていますし、持ち時間も8時間とかないので、まあ、一手一手しっかり考えて指せればなというふうにも思っています。藤井五冠が勝って20代初のタイトル防衛とするのか、豊島九段が反撃するのか。対局は2日制で、明日夜には決着する見込みです。